皆さんこんにちは、堀尾健二です。皆さん体重移動意識してますか？または意識しないで打つという方もいると思います。上村さんはどうですか？はい、あ、どうもこんにちは、上村健太です。いや、この体重移動って、すごいね、難しい問題で、結構人によって違うと思うんですよ、それぞれ。なんで一概にこうっていうのは決めつけられないんじゃないかなって思うんですよね。ね、中井さん。あ、どうもこんにちは、中井学です。いや、そんなに難しいものではないと思うんですね。なんか難しくしてしまったような感じがありますよね。本当はもっと優しいもんじゃないかなって気はするんですけど。なるほど、はい。今回はこの体重移動について皆さん悩みがたくさんあると思います。体重移動をするべきかしないべきか、そもそも体重移動って何なの、いろいろあると思いますので、この体重移動について3人で深く深く掘り下げて話をしていきたいと思います。はい、手がうるさい手がうるさい、それ映ってるよ。インパクトで重心の位置はどこにあるかっていう質問よくあるんですけど、体重移動イコール体重をって話になると、僕はもっとその右に残しといていいっていう話になると思うんですね。体重は右に残りながら重心がその動く方向に向かってこういうふうにスライドしていくという中で、重心は左だけど体重は結構インパクトまで右に残ってると、いや、まあ本当にね、今中井さんおっしゃったようにこう重心はグッと左ですけど、でもこれで体重を右っていうのはどういうことですか？あの、こういうことなんですよ。だから、いや、これ、体重左って、いや、これ10ゼロですよ。10ゼロですよね。でもこれもう僕の中で左なんですよ、すごく。まあ今回はゴルメ家でもおなじみの人気プロコーチ3人が体重移動について大激論。メリット、体重移動もメリットでしょ。僕はあの方向性派なんですよ、方向性重視派なんで。やっぱりね、飛ばしたい、僕曲げたくないです。いや、僕はもう絶対的に両方取りたいです。欲張りですね。欲張りですね。そもそも体重移動とは何なのか、知っているようで知らない体重移動について深く深く掘り下げます。プロコーチ3人が激論、体重移動いる？いらない？